70歳代の私はシニアとして、京セラ S10 の気に入った特徴を紹介したいと思います。もちろん、数多くの特徴は若い世代にも魅力を感じるだと思います。なお、京セラ社とは何の関係もありません。気に入っている大きな特徴の一つは、現在の中国製スマートフォン市場において、京セラが日本製であることです。 私が所有した4代目の強セラスマートフォンでどれも壊れたことはありません。畑で使っている中で S10 は S9 と同様に洗えるため、石鹸で洗うと新品同様になります。よく手袋は着用しますが、S10 にはローブタッチがあり、手袋のままでも操作が可能です。ただし、通常よりもやや強く押す必要があります。 手が随時に乾燥した深夜の私の指でも優れた反応を示します。老眼に悩む私にとって6.1インチのディスプレイと大きなフォントサイズは非常に見やすいんです。5G 対応エリアに入ると自動的に高速な 5G に切り替わります。サイズにもかかわらずスピーカー音量と音質は非常に優れてます。 作業中や運転中によく YouTube ミュージックのプレイリストを聞いてます。英語の授業を教えるときには S10 上の教材を読み上げます。最近クラウドにもデータを保存しているため、授業中に何年前からの参考教材を配りたい際、すぐにダウンロード、生徒に LINE で送信できます。Google アシスタント専用キーは非常に便利です。一回押すだけで 音声検索が可能です。この検索例には住吉区役所を音声入力しました S9 と S10 の違いは Google アシスタント専用キーの位置です他の寸法は同じですが S9 のキーは S10 よりも下にあります写真やビデオの品質は素晴らしいです振動した手でもクリアな画像を撮影できます 指紋認証の性能は素晴らしいです。指紋に傷がついた場合でも再登録すれば認識します。顔認識の性能も高く、距離を微調整するだけでロックを解除できます。充電速度は S9 よりも速く、急いでいる時には便利です。強セルのバッテリーは全体的に優れてます。10年以上前に購入した強セルスマートフォンは未だに立ち上がります。 データ処理速度が速く内蔵メモリーも充実してます。大容量の作業にはマイクロ SD カードの追加がおすすめです。S10 は非常に耐久性があり、私の経験からシニア向けのスマホとして優れてます。S9 と同じスペックで作られているため落としても壊れないでしょう。 S10 は深夜だけでなく安定したスマートフォンを求める人におすすめです。日常的なタスクには非常に便利です。ビデオをご視聴いただきありがとうございました。